どうも、ケイスケです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、α7-3 ではなく、α7-2 の話をね、ちょっとしたいと思います。まあ、というのもですね、ちょっと前に α7-3 の動画を出したんですけども、まあ、なんだかんだそれ関連で α7-3 買いましたっていう方もいれば、α7-3 やっぱりちょっとね、手が出せないと、金額的に手が出せないっていう話で、α7-2 とか α6400 ってどうなんですかみたいな話をね、コメントとか、あと LINE とかでよくいただくことが多くなりました。で、ちょっと脱線するんですけど、おとといぐらいかな、僕の大学の友人と、ちょっと大学の友人宅でゲームをしてて、その帰りに、まあ、ちょっとレンズを新しく買おうと。その友人は僕のね、α6000 を引き継いだんですけども、新しくレンズを買おうと思ってるみたいな話をしてて、じゃあ、何買おっかみたいな話してて、これいいよって言って見てたのが、まあ、4万ぐらいのね、今撮影に使ってるシグマのレンズだったんですけども、いや、4万は出せないという話をしてて、あ、そうかと。もう完全に僕の金銭感覚が狂ってるんだなと思いまして、だいたい1万5000円ぐらいでないかっていう話をして、まあ、いろいろ探していたりしたんですけども、やっぱこう、α7-3 も、まあ、高いじゃないですか。今、Amazon とかで見ると24万とかするのになかなか手が出せないですよね。まあ、っていうのもあって、一つ型落ちの、まあ、今ここにあるんですけども、α7-2 であれば、まあ、12万、まあ、それでも高いんですけども、まあ、で買えちゃうと。いうことで、これをね、検討する方もいろいろ増えています。で、まあ話を戻して、今回はこの α7-2 の話、まあ実際、まだまだ現役で使えるのかという話と、あとは α7-3 とのね、違い、実際に使ってみて、あ、ここはやっぱ違うなと思うところ結構ありますので、その辺をドドンとご紹介していきたいと思います。早速行ってみましょう。はい、でまずなんですけども、α7-2 ってどんなカメラなのっていうところからちょっとご紹介していきたいと思います。α7-2 っていうのはですね、まあ、ソニーから出てるフルサイズミラーレス一眼ですね。フルサイズっていう大きいセンサーの積んだミラーレス一眼です。で、α7-3 と同じで、ベーシックモデル、ソニーのフルサイズミラーレスっていうのは、α7R 系と α7S 系っていうのがあって、まあ、その間、いいとこ取りをしたような、ベーシックの無印って言われてるんですけども、α7-2 とか α7-3 とか、そういうまあ3種類の分け方があります。で、α7-2 もさっき言った真ん中のね、無印のモデルに相当するんですけども、画素数は2400万画素ですね。2420万画素だったかなの画素なので、まあ、十分画素がありますと。で、手ブレ補正が、あります。手ブレ補正何段だったかな ?4 段だったかな、うん、4.5 段ですね。4.5 段分の手ブレ補正が入っています。で、当時はフルサイズミラーレスとしては、手ブレ補正の入ってるモデルって初だったんですよね。なので確か世界初の、手ブレ補正付きフルサイズミラーレスだったはずです。まあ、あとは ISO が100から25600と。で、シャッタースピードは30秒から8000分の1と。いうくらいかな。他に何かあるかな。で、動画性能がフル HD60p まで撮影できるものとなっています。こんな感じですかね。まあ、ほんとザクザクっと紹介するとこんな感じになっています。で、α7-2 なんですけども、もう結論から言って、現役で使えるかって話で言うと、使えると思います。全然いい機種ですよ。いい機種だとは思います。まあ、あくまで僕は α7-3 をメインで使ってるので、おすすめするなら α7-3 ですけども、使えるかっていう話で言うと、α7-2 も使えるとは思ってます。で、普段僕は α7-2 あんまり使わないんですけども、まあ、試しにいろいろ写真を撮影しました。こんな感じとか。まあ、この辺の写真とかも α7-2 でいろいろ撮ってます。まあ、もちろんLightroom でいろいろ編集をしてるんですけども、まあ、それでも十分じゃないですか。結構ね、いい写真が撮れたなと、撮った側からしても思います。まあ、ただですね、僕が α7-2 ではなく、α7-3 を今メインで使ってるっていうのは、ただ新しいっていうだけじゃないんですね。そうじゃなく、まあ、本当にいろいろね、こっちはやっぱり α7-3 の方がいいなっていうポイントが多くありますので、その辺もね、α7-3 との α7-2 の違いをご紹介していきたいと思います。ケイスケの動画。で、この α7-2 と α7-3 のね、違いなんですけども、もう細かく話していくとほんとキリがないです。かなり進化してるので、もう一個一個説明してるとキリがないんですけども、まあ、実際に使ってみて、α7-2 もしばらく使いました、α7-3 もしばらく使いました、そこで感じた、まあ、大きくやっぱこれは違うなというポイントに絞ってご紹介していきたいと思います。で、まず大きな点、ちっちゃな点、どっちから行こう。まあ、大きい点からいきましょうか。そしたら、そもそもね、α7-2、まあ、これ、実はことちゃん、妻のことちゃんのなんですけども、なんで僕が、もう、大きくこれを使わないかっていう理由の一つがですね、動画性能ですね。α7-2 の場合、これですね、4K30p 撮れません。
かつフル HD の場合、まあ僕たちが YouTube で見るやつとか、だいたいスマホで見るやつってフル HD が今スタンダードだと思うんですけども、そのフル HD でも 60p まで、60フレームまでしか撮れないんですね。まあどういうことかというと、フル HD でスローモーションが撮りづらいんですよ。ダイナミックなスローモーションをするときに、やっぱフル HD で120フレームで撮りたいんですね。120fps で。まあちょっと難しい話なんですけども、フル HD でのいわゆるスローモーションが撮れないっていうのが、僕はね、このね、α7 II の弱点なんだと思いました。で、あと動画面で言うと、ソニーのカメラにはピクチャープロファイルっていう機能があって、写真ってローがあるっていう話を結構前にもしたと思うんですけども、動画にも一応ローっていうのはあるんですね。あるんですけども、動画のローって重すぎるので、こういうね、α7 III とかじゃ撮れないようになってるんですよ。で、じゃあ色編集をしたい人はどうするのっていうと、ログとか言って、あらかじめね、結構色を薄く取ってから後で色付けするっていう感じの作業をするんですね。で、α7 II も一応ログっていうのは取れます。Slog 2っていうのは取れるんですけども、この α7 III だと PP10 っていう、ピクチャープロファイル10っていうのがあって、HLG っていう、まあ色をあんまり失わずに広いダイナミックレンジで取れるよ、広い色調で取れるよっていう設定があります。僕普段ですね、それで撮影してるんですよね。なんで、それがないちょっと α7 II は厳しいかなと思ってます。まあ、ちょっと細かい話なので、動画好きな方しか多分興味ないと思うんですけども、まあそういう違いがまず一つあるというところです。で、大きな違い2つ目がですね、ダイナミックレンジですね。これちょっと比較の写真がないんですけども、α7 III で撮った写真がね、こんな感じになってます。これ何回か動画でね、ご紹介したんですけども、ライトルームでシャドウの部分、暗い部分とかを持ち上げて明るい部分を下げたりしてて、ここまでこうなんですかね、白飛びせずに違和感ない感じで明るい部分から暗い部分までをしっかりと映し出せるっていうのは α7 III の強みだなと思います。これですね、α7 II でやった時に、たまにちょっと厳しいなっていうタイミングがあるんですよね。まあ、もちろんフルサイズのセンサーなんで、十分なね、解像は確保してある感じはするんですけども、たまに旅行とかに行った時に厳しいかもなっていう思う瞬間があります。で、大きな違い3つ目がですね、感度の部分なんですよね。いわゆる暗いところでもちゃんと撮影できるかっていう能力なんですけども、α7 III の方が全然ザラザラになりにくいです。多分2段分ぐらいザラザラになりにくいんじゃないかな。α7 II の場合は ISO6400 ぐらいでちょっと厳しいかなと思うんですけども、それが、α7 III だと、まあ、12800、25600くらいまでは使えるかなという形でございます。まあ、試しに撮影してみました。こんな感じで、片方が α7 III、片方が α7 II で撮影してるんですけども、やっぱ ISO を変えてみて、まあ、ちっちゃい画面で見るとそんなに変わんないんですけども、まあ、ガッと拡大するとですね、まあ、キレというか、ちゃんとディテールが残っているのはこの α7 III の方でした。まあ、それでも ISO6400 まで使えるなら僕は十分だとは思うんですけども、まあ、一応感度の部分は α7 III の方が強いという形になります。で、あともう一個大きな部分があったんですけども、バッテリー、こっちはですね、FW50 か。FW50 っていうバッテリー、ちっちゃなバッテリーを使ってます。α7 III はこっちですね。こっちのバッテリー。はい。こんな感じでサイズが違います。これ、だいたい倍ぐらい電池が持つんですよね。α7 III だったら、まあ、ちょこちょここまめに写真だけ使って切ってるなら、1週間ぐらい持つんですけども、α7 II の場合はまあ1、2、3日で厳しいかなという形ですね。なんで、まあバッテリーの持ちは全然違うなっていうのが、まあ正直使っている感想です。まあ本当に動画1日中撮影してても α7 III ならギリギリ耐えるんじゃないかなという感じです。逆にこの α7 II だとまあ夕方ぐらいには切れちゃうかなという感じのバッテリー容量となっています。まあこの4つですかね。まあ僕が使ってて感じる大きな違いとしてはこの4つ。あと細かい部分をもうサクサクサクと紹介していかないと終わんないので、紹介していきます。ケイスケの動画。で、まず1個ですね、細かい部分、シャッター音ですね。シャッター音ちょっと聞いてほしいです。α7 III の場合、いくよ。こんな感じ。あ、α7 II の場合、いきまーす。こんな感じ。まあ全然違いますよね。まあ、どっちの方が好きかっていうのは好みによると思うんですけども、僕はこの α7 III のさっぱりした感じは結構好きです。まあ、シャッター音ってあんまりこう画質とかには違い出てこないと思うんですけども、ただですね、使っている時にこう気持ちよさみたいな部分はね、やっぱりあるので、そこは僕は α7 III の方が押せるポイントかなと思ってます。で、続いてバラバラと言っちゃうんですけども、こっちのね、ダブルスロットの部分、SD カード入れの部分がちょっと違います。こっちのね、α7 III はダブルスロットっていう形になっていて、2つ穴がありますね。穴というか SD カード2つ入れられるようになっています。まあ、なので片方をバックアップに取るとか、片方には JPEG を入れて、片方にはローのデータを入れるとか、そういうことができるんですけども、α7 II の場合は1個しかないですね。で、かつですね、こっちの α7 III の場合は、片方が UHS-II っていうのに対応してます。
まあめちゃくちゃ早い SD カードって感じですね。それはね、こっちの別の動画でも紹介してるんですけども、そっちの高速 SD カードに対応してるっていうのも、この α7-3 の押せるポイントです。で、続いて写真の色味ですね。これ結構大きなポイントか、大きなポイントかもしれないんですけども、とりあえず、このね、画面で見た部分の色は全然違います。ちょっとこの場でね、見せれないんですけども、こんな感じ。なんか α7-3 の方がオレンジがちょっと赤っぽいんですよね。僕はね、結構好きなカラーになってるんじゃないかなと思います。対して α7-2 はですね、オレンジがちょっと黄色っぽいんですよね。で、青はもう少し紫っぽいというか、なんかそんな感じがします。若干モニターで見た色も違うし、出てくる色も違うは違うんですよね。で、まあなんですけども、まあこの辺はローで撮影するとあんまり変わらないっちゃ変わらないです。まあただですね、このモニター、ディスプレイの多分プロファイルっていうのか、色味っていうのがちょっと変わってるので、そこはですね、撮ってる気持ちよさに変わってくるかなと思います。で、まだあるな、まだ細かい部分があるんですけども、連写の部分ちょっと説明させてください。連写がですね、α7-2 の場合、まあこんな感じですね。このぐらい連写ができますと。で、α7-3 の場合、まあ早いですよね。秒間 α7-2 の場合は5コマまで撮影できます。1秒間に5枚の写真が撮影できます。対して α7-3 の場合は1秒間に11枚撮影できるんですよね。なんでまあ単純に考えてもかなり連写の速度は上がってます。まあ連写使う場面ってちょっと限定されるんですけども、まあポートレートで向こうから歩いてくる時の写真とか、そういうのが使えるのは結構 α7-3 便利だと思っています。で、それと一緒にご紹介しておくのが、オートフォーカスですね。オートフォーカスは、まあ結構大きなポイントかもしれないんですけども、オートフォーカスの性能も α7-3 の方が上になっています。まあもちろんスペック上で違うっていうのもあるんですけども、暗いところとか、あとは人物が動くときに、コンティニアスAFって言って、常にね、シャッターボタンを半押ししてると、そこのね、被写体に合わせてくれる、自動で合わせてくれるっていうオートフォーカスがあるんですけども、それをやってるとですね、かなり食いつきが α7-3 はいいような気がします。で、かつ写真の場合は、瞳AFって言って、瞳にね、オートフォーカスがつく機能もあるので、α7-3 の方がやっぱりね、オートフォーカスとか基本の性能は良くなってますね。まあ、やっぱここまで来ると α7-3 かなり完璧なカメラなんじゃないかなと思い始めちゃいますね。で、あとですね、サイレントシャッターっていうのも、α7-3 には搭載されてます。いわゆる無音シャッターってやつですね。で、無音シャッター使う場面っていうのは少ないんですけども、まあ、例えばあんまり音を出しちゃいけない記者会見のシーンとか、そういういわゆる仕事で使うときですね。そういうときにサイレントシャッターっていう機能を、使います。α7-3 の場合はあるんですけども、α7-2 の場合はね、そのね、サイレントシャッターっていうのはないので、どうしても音が出ちゃう形になります。で、これたまに仕事を受けてるときに、ラジオの撮影っていうのを一回ことちゃんが受けてまして、で、そのラジオの撮影の時にサイレントシャッターでお願いしますという要望があったりしたんですね。なんで、これから仕事を受けるっていう場合にも、やっぱサイレントシャッターっていうのがね、条件として入ってくる場合があるので、まあ、その部分ね、気にされてる方は注意してみてください。で、あと、もう本当に細かい部分、どんどん違いを上げると出てきちゃうんですけども、ボタンの配置とかね、ちょっと変わってます。グリップ感も違うな。グリップ感もですね、α7-3 の方が良くなってます。あとですね、録画ボタン、動画の録画ボタンも α7-2 の場合は、ここっていうね、ちょっとサイドの部分でアクセスしづらかったんですけども、α7-3 の場合は、真裏のここの部分にできてますので、結構アクセスしやすくなりました。で、あとボタンがね、ちょこちょこ追加されたりとか、ジョイスティックっていうね、ここの部分のスティックが追加されたりとか、あとはこのね、左のメニューの隣に、カスタム3ボタンが追加されたりとかしています。で、このね、左側にあるのっていうのは結構僕は楽だったりしてて、右側にあるのだと結構誤動作しちゃうというか、つい触っちゃうことがあるんですけども、左側にあるとね、絶対触らないので、僕は結構このね、C3 っていう部分に、フルサイズとスーパー 35mm モードの切り替えをね、置いています。なんで動画を撮影するときに、画角をパッと狭めて 1.5 倍にできるというメリットがあります。まあ話し始めると他にもね、USB-C 対応とか、そういう部分、細かい部分があるんですけども、ザクザクザクといって違いは、まあ多いんですけども、こんな感じかなと思います。ケイスケの動画。で、まあここまで違いを見ていくと、α7-3 の方がかなり優秀なのがわかると思います。まあバッテリー持ちとか細かい部分、まあ感度の部分もそうなんですけども、結構 α7-3 の方が強いなっていう印象はあると思います。まあなんですけど、α7-2 ももう結構十分なくらいまでいってるんですよね。写真の性能としてここら辺までいってるんですけども、α7-3 が強いからここにいるという形のアイテムになってます。なので普通に写真を撮る分に、正直 α7-2 でも十分なんですよ。
出てくる絵としてもう誰が見ても圧倒的に α7-3 の方がいい写真が撮れるかって言われるとそういうわけではないと思います。ただ機能的に α7-3 じゃないとできないことも多いだけ。サイレントシャッターもそうだし、バッテリーの容量もそうだし、動画性能も結構 α7-3 の方が上です。ダイナミックレンジも α7-3 の方が上だし、感度の部分も上なんだけども、ただ普通にね、マジでスナップするとかポートレートを腰を据えて撮影するとか全然 α7-2 でも現役でいけると思います。なのでまあ、あくまでね、僕がメインで使ってるのは α7-3 なので、何が一番おすすめですかって聞かれたら α7-3 をおすすめします。なんですけども、まあ、金額は出せないよと、そこまで出せないし、これからカメラを始めたいんだと、もう少し安く収めたいんだって人は全然 α7-2 を選ぶのもありです。ただし、ちゃんと機能面は見てほしい。例えば動画をやるんだったら、やっぱ 4K もね、今後必要になるし、フル HD のスローモーションも必要なので、そういう方は α7-3 の方がいい。まあ仕事で使うとかいう場合も、サイレントシャッターがある方が、やっぱいいと思いますので、そういう方は α7-3 の方がいいと思います。なんで自分にね、必要な機能をちゃんと見極めて、それがね、どうしても α7-3 にしかない場合は、α7-3 を買ってくださいよ。で、そうじゃないと。もう僕は写真だけサクッと撮れればいいんだと、まず始めたいんだって方は全然 α7-2 を検討してみても良いと思います。まあ、ほんとね、一回カメラって買って終わるもんじゃないので、まあ、手に取ってね、試してみても欲しいし、後悔しないようじっくりとね、検討してみて欲しいと思います。とね、長々と語ってしまいましたが、 α7-2 と α7-3 のね、違いについていろいろ語っていきました。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、ほんとこの部分気になるよとか、そういうところもコメントいただければ動画にすると思いますので、ぜひコメントをください。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい、 Twitter、LINE、Instagram 等やっておりますので、ぜひフォローお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。